ファファです。ファファです。お魚食べた、食べた、今日も食べましたよ。あの夜ご飯、夜ご飯にね、ブリカマ食べました。ハマってるブリカマ。そう、夜、昼じゃない、間違えた、冬は美味しいんですよね、ブリカ。だからっていうのもあるし、ブリカマが普通に好きなので食べました。あとね、大根おろしと一緒に食べるのがめっちゃ美味しいですね。大根おろし、冬がめちゃ甘いんですよ。とっても甘いので、冬は。なので大根おろしと食べるとすごい美味しい。いっぱい入れます、大根おろし。あ、お、うん、シドさん、タワーありがとうございます。東京、大根おろしはね、ポン酢かな、ポン酢派。そう、ポン酢好きかも。そうだ、そういえばバッチコイの以来の配信ですね。そう、バッチコイの、千葉テレビのバッチコイの収録の時にみんなでショールームしようってなって、ショールームして、そう、すごい携帯倒れちゃったりしたんですけど、楽しかった。タワー、あん時はなぎちゃんいなかった。ゆいゆいのくまちゃん、おぐりゆい、かみおしさん、ありがとうございます。気づいたら呼んでいくスタイルにちょっとまた変えました。そう、前にね、あの、気づいたら呼んでいかないとやっぱり埋まってっちゃう、分かんなくなっちゃうのでね。たくさん褒めてたね。あ、そう、鈴木たくさんですね。そう、バチコイの収録よかったって褒めてくれてた。嬉しい。東京タワーのぬいぐるみ、あれ、これどこで売ってるんだろう。東京タワーとかに売ってるかな。うん、すごいいっぱいお手紙が、とお手紙のがいっぱい、ラブレター、すごい、ラブレター、ありがとうございます。嬉しいね。今日ね、カラオケ挑戦してみようかなって思って、いつもなんかカラオケ重いのかバンってなっちゃうんですけど、一回やってみようかな。あと、このイヤホン使えるかちょっと心配ですが、あー、どうですか、聞こえますか、声でっかいかな、これで下げるのかな、聞こえますか、マイクテスト、聞こえる、大きすぎない、
発声練習しないと。ブルブルちょっと本当の発声練習。ブルリップロールですね。ブルブルちょっとうるさいなって思う人は、お解きしてください。ブルブルブル待って、カラオケ、カラオケ怖いけど一回やってみるね。ちょっと変な顔で止まるの嫌だから、ちょっとポーズしとこう。いけそう、いけそうだ。待って、どうしようかな。何歌うか分かんなくなっちゃった。バラー何歌おうかな。待って、どうしよう、いろいろある。めっちゃ曲ある、やっぱすごい。今曲見てます。どうしようかな。まず最初1回目だし、歌い慣れてるやつがいいな。何？ちょっとね、曲ありすぎて迷っちゃう。何？よし。めっちゃ考えちゃった。めっちゃ考える。待って待って、めっちゃ待って待って、どうしよう。もう一番上にあった曲にしますね。なんだこれ、声聞こえない。あ、やっぱマイクダメなのかなこれ。うわー失敗した。これダメだ、このマイクダメだ、このマイクダメなやつ。ダメだ、持ってこなきゃ。違うマイクだこれ、違う、失敗マイクでした。そう、でもね、マイクは大丈夫。これね、でもいいのかな、合ってるのかな。エコーはかかってると思う。これエコーはかかってるけど、この歌はね、いい曲、いい曲です。挨拶、いやーいいですね。私が勘違いだったね、これ
大丈夫だ、生きてるマイクだった。うん。やっぱさ、こんな時間だからさ、大きい声出せないからさ。そう、なんかバラード系がいいな。うん、なんだろう、あ、うん、夜風の仕業、ゆきにさんだ。お、これね、 AKB やっぱすごい曲たくさんあるね。だからね、すごい、もう必死に探してる。いやー、よよよよよよよ、あー、ラッキーセブンも好き。ラッキーセブン好き。よし、あれ、あ、確かにバラン、なんかさ、あのラッキーセブン好きなんですよ。そう、まあ、いろんな曲好きな曲あるんですけど、いろんな曲好きなんだけど、ラッキーセブン見つけたから歌っちゃった。ちょっと恥ずかしかったんだけど、こんな、このね、やっぱそう、この時間だから声出すの恥ずかしくて、静か系の曲にしようって思ったんだけど、ラッキーセブン見つけて思わず歌っちゃった。うん、あと何がいいかな。今また曲探しに行ってきます。ん？何？ちょっと待ってね、曲は今見ています。なんだろう、なんだろうな。彼女ごめんね、好きになっちゃって。彼女、うん、彼女ね、高いんだよね、サビが。夢の途中でも彼女、高
吐き行く稽古。ちょっと今真剣に探してるから目がちょっとあれかもしれない。あ、見つけた。イエーイ。自分がさ、マイクしてる、あ、マイクじゃない、イヤホンしてるから、どのくらいの声量で歌ってるのかわかんないから。そう、キー高いんですよ、彼女は。可愛いよね。サビ終わった、止めちゃった。うん、ネイル撮影でしてもらいました。かわいい紫。これはもうね、実はまだ発売されてないネイルらしいです。やった、ありがたい。うん、メイクも撮影のやつ。メイクは違う。メイクはあの自分でなんとなくパーってしたやつ。たけちゃん、タワーありがとうございます。東京、ちょっとね探してます。お、陽一さん、お城ありがとうございます。だいちゃん、アットマークおしろさん、ありがとうございます。ありがとうございます。かな、よし、うん、シトラスさんだわ。あ、シトラスさん、ともたんさん、ラブレター、お、ともたんさん、ありがとうございます。シトラスさん、タワーありがとうございます。たきゃドボン。そう、本当はね、今ドボンのゴールデンタイムだったんですよ。そんな時間に配信してしまいなんですけども、夢でキスミー、ざっとキスミー、優しく抱きしめてよ、瞳閉じたまま待ってるわ、ピースピースピース歌詞が曖昧ね。私ね、充電がね、何パーセントだったかな、危うい。なんか画質が荒くなったりとか落ちちゃったりしたら充電のせいだ。カラオケ？カラオケは、あ、やばい、足がしびれた、うわ、やばい、最近足がしびれます。同じ体勢だからかな。なんだろうな。何がいいかな。
今ね見てる。これもちろん AKB の曲のみだよね。見れてる。よいしょ。のあのまゆさんの曲とか出会いの続きとか好きなんですよね。もちろん48、そうまゆさんの曲もいいのかなって。あ、落ちた。落ちちゃった。ちょっと待って、じゃあちょっとカラオケ挑戦。挑戦してみます。ちょっともうあのね、あのなんだっけ、うまく途中というか最初の方うまくできなかったんですけど、マユさんファンの皆さんすいません。でも好きなんです。そうラッパ練習中好き、かわいい。切るの早い。そうブチって切っちゃう。うん。うん。いろいろ曲あるね。みんな好きな曲もいっぱい。カズでした。お知らせありがとうございます。ありがとう。
あ、この涙をね、君に捧ぐもいい曲。時間教えてくれてる、ありがとうございます。この涙もいいよね。大好き。この涙も、でかい、出会いの続きも好き。12秒もいいよね。ドゥルルルルよ、ドゥルルルよ、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 よ。唇に触れたの。ランナーズハイ？意味なんかはないけど、そう、オリジナルなんです。嬉しいことに。知らない方もいるかな。ランナーズハイっていう曲でね、後藤ララちゃんとあーやんと高倉ちゃんとか、ララちゃんとか花ちゃんとかと一緒にユニットをやってました。の曲がありました。はなちゃん、あーやんのね。そう、あーやんもララちゃん2回言ってた。 キスマチかわいいよね。 HKT の曲だよね。かわいい。はなちゃんがセンターの。キスの仕方を教えてほしい、どうすればいいの。あーやん、あーやん、あーやん。坂道 AKB ね。うん、坂道 AKB の曲もね、いいよね。乃木坂の愛し、知ってる。必然性ね。自分がここにいるのは、道端に咲いてる花を見ていて思った。アカペラ、そう、アカペラで、いろんなグループのいろんな曲が。あざとかわいい。初日よく歌う、好き。右肩ね。右肩意外とあんまり歌ったことがなくて。でもいいなって思います。揺りを咲かせるか。なんかこれ見てるだけで終わっちゃうね。いい曲いっぱいある。がめちゃめちゃ高いんですよ。歌えるかな。AKB 参上。うん。手は大きいですか？手は大きいかもしれない。手長いのいいなって思う。自分はどのぐらいか分かんないけど、
やっぱ指が長いと綺麗だなって思います。引っ張ってればいいかな、抜けちゃいそう。でも画面でこうやって見るとどうですか、普通だね、普通だよね多分。これもっと長く指伸びろ、やっぱ指がね長い方がいいじゃないですか。伸びる伸びる伸びよ。私にはあとねこうここを使ってねグリグリグリとかちょっとまあ足とかこうマッサージしたりするからかここがねここが黒くなっちゃう。やだやだ、そうちょっとここで何かすることが多いからね。気をつけます。あ、君は僕だ、あー君は僕だね、ピピンピンピン、イエーイ、ピピンピンピン、君は僕だうん、アーロンアットマーク香港さんありがとうございます。タワー東京、忘れちゃいけないことを手の甲に隠しているよね。あーねー、ゆいも前書いてたかも。それこそちょっと一回歌は中断になるとお話になるとなんかメモとかね、あの海外にあの AKB でイベントとかで行かせていただいた時とかにやっぱりこう向こうの言葉で挨拶したりするんですよ。でやっぱ難しいんですよね、その時に教えてもらったりするっていうのもあって、やっぱすぐに覚えられなくてイントネーションとかも、そうだからね、そう手にメモっててで歌ってる最中でもこっちに書いたらさマイクで握ってて、まあ、ちょっと汗とかでにじんできちゃったりするからこっちで書いたり使わない方で書いたりしてて、そしたらこう踊ってる最中に見えちゃいそうになるっていうこととかありましたね。見えてたかもしれない。そう。でもうまく言えない。難しいです。やっぱ海外のその向こうのね挨拶とか難しかったです。でも喋れるようになりたいなって。うん、足がしびれた。うん。英語教えてあげたい。オンラインお話し会で英会話してください。ぜひ。オンラインお話し会にぜひ来てくださった時に英会話学習先生にぜひなってください。確かに
感。オンライン英会話。サランヘヨー緊張して喋られへん。緊張しせずに、ぜひお家からとかどこでもできるので、オンラインお話し会ご興味ある方はぜひ、また販売されましたらぜひです。サランヘを愛してるか、さっきなんか挨拶みたいに言っちゃったかも大好きだね。毎回緊張する。緊張するか、やっぱ緊張するのかな、オンラインの方が。こんにちは。未だに緊張する方多いですね。やっぱ緊張するか、緊張するよね。だってまあそっか、何秒かの間に話さないといけないっていう、大事ですもんね、この秒、何分か何秒か。確かに。どうしたらいいんだろうね。でもなんか普通の握手会はなんかその場のワーワーしてるそのノリで確かにこう握手できるのかもしれないですね。だけどオンラインって本当にもう1対1って感じで、それこそ剥がしのスタッフさんとかオンラインだから見えないもんね。ほんと2人で話してるみたいな、ビデオ通話みたいな感じですよね。うん、確かに急に始まる。うん、メモ書いて、で、そう、メモ書いてるのはね、すごいね、伝わるっていうか、ああメモこう下向いて多分順々にこうやって読んでて、ファンの方が。あ、メモ書いてくれてるんだなっていう、そう、多分言いたいことを箇条書きしてるかねっていうのは、画面にそのメモが映ってないけど分かりますそう、分かる。それをうんうんって聞きながら、だからね、自分がこうそのファンの方に対して、あ何々だったよねって喋ろうとするけど、した時にこうファン、そのファンの方が下向いてこうしてると、あメモで何か言おうとしてるなって思ったら、ちょっと静かになって聞くようにしてます。そう、ちょっと抑えて。そうそう、私たちとかやっぱこっち側からも話をしようと思って話そうとしちゃうけど、ファンの方もファンの方で逆にすごい考えてくれててることがあるからね、それをせっかくだから、ね、聞きたいですよね。逆に全然そう何も考えないで来るのでも全然その場の感じで成り立つので大丈夫ですけどね。
発言するときは挙手。確かに。そうそう。なんか短い時間だからさ、短い時間とかだと、なんか話す内容って難しいですよね。なんか、そう。ね、何回かこう何枚かを順番に来てくれる方とかだったら、例えばなんか話して、じゃあ次来た時話すねみたいな感じでブツブツとこうピッピッピッって話すのはいいかもしれないけど、そのね、何枚かが今日その何枚かしかないってなると、そう、ぜ向こうからの話を聞いた方がいいかなって思いますね。難しい。そう、難しいな。まあでも全然成り立ってるというか、成功してるので大丈夫ですけど。短い時間だったら何枚しかなくてっていうのだったら、もう聞きたいこととか言いたいこととか話したいことを決めていくといいですよね、絶対。まあ、それはそう、みんなしてるとは思うんですけど。質問は、何でもいい、何でもいい、何でもいい、いい質問を。嘘、変な質問じゃなければ何でも答えられそうね、何でも。何でもはよくないね、確かに。何でも、まあでも、質問してもらったりして答えられなかったら、あ、ちょっとそれは難しいなってなるかもしれないけど、昨日メール来なかった。なんでだろう。そう、メールね、届けなかったりするんですよ。アイドルになってなかったら何したかったか。なんだろう。でも私、パン屋さんになんか憧れてて、そう、なんかね、パンを作るっていうのもいいんですけど、じゃなくて、こうレジに持ってきてくれたパンをこう袋に入れる作業がなんかいいなって思って、まあやりたい職業いっぱいあるんですけど、これ職業じゃないね、バイトかな、職業っていう、職業とも言うかもだけど。そう、袋に入れてるのがなんかね、パン屋さんとか行った時にこう袋にさっさって入れてて、すごいスマート、手際よくて、あ、なんかいいなって思って。
そうそうそう。わかる？共感してくれてる人いる。嬉しい。一緒。イエイ。三角頭巾合いそう。三角頭巾合うかな。でもいつも、学校でしたよね。給食当番好きだったな、でも。小学校の時の給食当番好きだった。給食当番になった日。